皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はトレーニングの適切なタイミングについてお話ししていきたいと思います。ビレジェンドの公式 LINE でお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックしてください。トレーニング、どのタイミングが正しいのだろうかと疑問に思うことはありますよね。まずですね、トレーニングをする上でじゃあどういうタイミングが良くてどういうタイミングが良くないのかっていうところなんですけども、自律神経がどうのこうのっていうことを言われると思うんですけども、副交感神経が優位な時はトレーニングをしない方がいい、交感神経が優位な時はトレーニングに向いているみたいなね、二択があると思うんですけども、リラックス体がしている状態だと副交感神経が優位な時になっているので、朝の寝起きだったりだとか食事を食べてすぐだったりだとか、まあ、この2つは副交感神経が優位に立っていると思います。このタイミングはあんまりトレーニングにも向いていないっていう風に言われてるんですけども、朝起きてすぐベンチプレス担いでくださいって言われたら無理でしょうね。体が動いてても脳みそは寝てるんで、そんな状態でパワーが発揮できるわけではないので、朝1起きてすぐにもうトレーニング行くっていうよりかは、朝起きてちゃんとリラックスするタイミングを作った後にトレーニング行くとかだったら全然いいと思うんですけどね。やっぱ朝運動することによって代謝が上がることを見込むこともできるので、まあ朝からしっかりと体を動かして1日の代謝を上げた状態で1日を過ごすっていうのもすごくいいと思います。まあ僕も以前朝トレーニングしてる時がありました。朝トレーニングよりも間違いなく昼、夕方、夜とか、まあ、そっちの方がパワーが出るんで、交感神経、副交感神経の関係があるんじゃないかなっていうふうに思っております。だから朝寝起き向いていないかなと思います。で、続いて食後なんですけども、副交感神経が優位かどうかっていう前にですね、食べてすぐ消化してる途中にトレーニングするのはシンプルに良くないですよね。だからあんまりそういったタイミングでのトレーニングっていうのはおすすめしないです。だから食事後するのであれば、しっかりと消化されてから、まあ固形物しっかり食べたなら2時間後、3時間後あたりぐらいからであれば全然適切なんじゃないかなっていうふうに思います。向いてないタイミングとしては空腹のタイミング、この空腹のタイミングっていうのは体にエネルギーがなくなっている状態です。トレーニングするのにはエネルギーが必要ですよね。空腹状態でトレーニングをしてしまうと筋肉を分解してトレーニングをすることになるので、すごい非効率的なタイミングになってるんですよね。育てたい筋肉が分解されながらトレーニングしてたらもう元も子もないですし、なんならパワーも出ないですし、全力のね力を発揮できなくなってしまうので、空腹の時間っていうのをおすすめしないです。ラストのおすすめしない時間なんですけど、夜ですね。寝る前にトレーニングをする、まあパワーは出ると思うんですよね。僕今仕事終わってから夜トレーニングに行くんですけども、もうね帰るのが11時とかですよね。最近寝つけないんですよ。2時ぐらいまで目が覚めてたりね、1時ぐらいまではもうね目が覚めて寝れないですよね。まあその理由っていうのがですね、もうトレーニングでアドレナリンが出てるんですよ。トレーニング強度を上げてバン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 やってると、やっぱりアドレナリンを出して自分の体を覚醒させている状態になるので、まあ、そんな状態でやっぱ寝れるわけがないですよね。だから実際にその状態から落ち着くまですごい寝つきが悪くなってしまうって言われてるので、まあ、そのタイミングもできれば避けてあげたいなっていうタイミングであります。じゃあどのタイミングがいいねんっていうところなんですけども、今の時間に該当しない時間やったら何時でも大丈夫ってことですよね。朝起きてからちゃんとリラックスした時間を設けて、朝ごはんを食べてから2時間3時間後にトレーニングする、でお昼ご飯後であれば朝昼とエネルギーを吸収した後にできるので、まあお昼ご飯食べてから2時間3時間後とかやったら、僕は今までやっててこの時間が一番パワー出る感覚がありますね。あと火が出てるからこそ気持ち的にもスイッチが入ってるっていうのが僕の中での体験上あるので、まあ、そのタイミングもすごくいいと思います。まあ夜9時までに終わらせるのであれば、まあ夜のトレーニングもいいかなというふうに思います。夕方も全然いいと思います。まあね、こうは言ったとしても生活をする上でお仕事の時間っていうのはカットすることもできないですし、学生であれば授業の時間ってなってくると、この時間がいいのは分かってるけどこの時間は無理やねんっていう回答が出てくると思うんですよ。だから結果的にはですね、いつでもいいです。自分の生活に合う好きなタイミングでやるのが一番です。僕自身もですね、昼間にやってたこともあります、朝にやったこともあります、今夜やってます。大きく変わってることといえば、あんまり実感ないです。確かに寝つきが悪くなるっていうので夜はあんまおすすめしないかもしれないですけど、朝は朝の時で最初の方ちょっとスイッチ入らないぐらいで、体を動かしていけばスイッチ入っていくんで、それはそれでいいかなと。まあお昼にやってた時は、まあそれこそパワーが出るので一番まあいいですけど、まあそこは大体の人が仕事をしている時間になるので、そこには難しかったりするんですよ。まあお昼が一番僕の体感上良かったは良かったものの、体の変化で見ていくと朝昼晩
どのタイミングでやってても、結局はトレーニングの質、睡眠の質、食事をしっかりしてる、この3つのポイントさえ押さえていれば、タイミングはもう正直どこでも大丈夫です。まあ夜寝つきが悪いとはゆえ、6時間以上はね、まあ8時間ぐらい寝れたらいいんですけど、僕は6時間以上寝れるようには時間調整はしているっていうのもあるので、まあ実際筋肥大してるかしてないかで言われたらしてるんじゃないかなっていうふうには思います。だからもうこのタイミングでしてへんから自分筋肥大してへんねんっていうのが頭になる方とかは、別にその辺気にしなくてもいいですよと思いますね。だからそれやったら自分のトレーニングの質、食事の質、そして睡眠の質、睡眠の質っていうのも睡眠時間をちゃんと設けられてるのかっていうだけじゃなくて、マットレスが体に当てるとか枕が体に当てるのか、こういったところも関わってくるんですよね。睡眠の質を上げたいとかなってきたら、そのプラスアルファでちょっと意識してもらったらいいんじゃないかなっていうふうには思います。だからもう自分の生活の中でストレスのないタイミングでやってもらうといいんじゃないかなと思います。ストレスのあるタイミングでやると筋トレを継続することにストレスを感じてしまうので、そこだけ避けてもらいたいなっていうふうに思います。トレーニングをしっかりと行いながら健康な体を手に入れて、自分の求める理想の体を手に入れましょう。もし参考になった方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄にも新商品の情報だったりだとか LINE の詳細なども載っておりますので、ぜひ気になる方はリンクをチェック、もしくは LINE 友達追加お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。